今日はレモンシャーベットを作りました。こんにちは、料理研究家めかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はレモンシャーベットを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節にぴったりな、とてもさっぱりとした美味しいレモンシャーベットを作っていきます。このレモンシャーベットなんですけれども、ジップ袋で簡単に作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。レモン汁、レモンの皮、牛乳、お水、蜂蜜、粉ゼラチン。今回はこちらの材料で作っていきます。まずレモンなんですけれども、フレッシュの生のレモンを使っていきます。こちらレモンの皮も使えますので、必ず国産のものか、または防カビ剤不使用の皮ごと使えるレモンを使うようにしてください。そして今回ね、甘さは蜂蜜でつけていきます。もし蜂蜜がダメだったり苦手な場合は、こちらグラニュー糖またはお砂糖で代用していただいて OK です。その場合は 100g 使用してください。甘さはお好みなのでね、調整していただいて大丈夫です。そして今回ね、こちらシャーベットの中にゼラチンを加えていきます。ゼラチンを加えていただくと、とても滑らかな舌触りに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずこちらの粉ゼラチンをふやかします。器に粉ゼラチン、そしてお水を加えます。こちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。30秒ほど混ぜると少しね、とろみがついてきます。とろみがついたら OK です。それではこちらはね、使うまでこのまま置いておいてください。続いてレモンの皮を剥いて、そして刻んでいきます。今回はね、包丁で刻んでいくんですけれども、こういったグレーターなどを使ってすりおろして使っていただいても OK です。あるいはレモンの皮が苦手な方は、レモンの皮は除いていただいても大丈夫です。お好みで入れてみてください。ではまず包丁で皮をね、剥きます。まあ、白い部分ができるだけ入らないように剥いてください。そしたらこれをね、細かく切ります。はい、こんな感じで刻んでください。この刻む大きさとか、あとは刻み方はお好みで変えていただいて OK です。ではね、もう少し刻みたいと思います。はい、レモンの皮はこれで OK です。今回はだいたい小さじ1杯ぐらいのレモンの皮を入れていきます。続いてレモン汁を絞ります。先ほどのレモンをまず半分に切ります。で、そしたらこちらのレモンを絞っていきます。はい、こんな感じでね、レモンを絞ってください。今回生のレモンを使ってるんですけれども、 100ml ほど使うので、生のレモンとあとはポッカレモンを混ぜて使ってもいいですし、もちろんポッカレモンだけを使っていただいても大丈夫です。あとはね、今回みたいに全部ね、生のレモンを使っていただいても OK です。では残りも絞っていきます。はい、絞り終わりました。で、今ね、種とかがあるので一度こしたいと思います。それでは茶こしでこしていきます。はい、OK です。今ね、ちょうど 100ml なんですけれども、この時にね、もし足りない場合は追加でポッカレモンを足すか、またね、絞っていただけたらと思います。レモン汁の準備はこれで OK です。それでは続いて一度ね、水を沸騰させます。まず小鍋にお水、そして蜂蜜もね、一緒に入れましょう。はい、OK です。そしたら火にかけます。火加減は中火で混ぜながら加熱していきます。そして蜂蜜を水にしっかりと溶かしましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらね、火加減少し弱めにして一度ね、30秒ほど一煮立ちさせてください。はい、OK です。そしたら火を止めます。火を止めたらこちら、ふやかしておいたゼラチンを加えてゼラチンを溶かしましょう。これを入れます。ゼラチンはね、必ずふやかして入れないとゼラチンのつぶつぶが残ってしまいますので、必ずこういった熱いものに入れる場合もふやかしてから入れるようにしてください。そしてよく混ぜて溶かしましょう。はい、よく溶ければ OK です。そしたら火から下ろします。そうしましたらバットに氷水を張ってください。そして鍋を入れます。今ね、すごく熱々の状態なので、氷水で少し粗熱を取ります。このようにね、時折混ぜながら粗熱を取ってください。だいたいお風呂ぐらいの温度まで下げていただければ OK です。あんまりね、冷やしすぎてしまうとこの中で固まってしまいますので、冷やしすぎには注意してください。はい、今ね、1分ぐらい冷やしました。これはね、鍋の素材とかでも冷え具合が変わってきますので、だいたい目安は先ほども言ったんですけれども、お風呂ぐらいの温度まで下げてください。そしたら氷水を外します。そして外したらここに牛乳、そしてレモン汁、
あとはレモンの皮を加えます。そしてこれをよく混ぜましょう。はい、 OK です。それではですね、今回ジップ袋で固めていくので、ジップ袋を用意してください。今回は 18cm×20cm のジップ袋を使っていきます。このジップ袋はですね、冷凍できるものを使用してください。口を開けてこのようにボウルにセットしましょう。そしてこちらの液を流し入れます。はい、 OK です。あとは空気をね、しっかりと抜いてください。空気を抜くときはこのボウルの中にお水を入れて、ちょっとね、この口の部分を浸すと綺麗に空気を抜くことができます。はい、そして口を閉じます。3分の2ぐらいまで口を閉めたら、あとはね、最後ここら辺までしっかりと沈めて空気を抜いて口を閉じます。はい、 OK です。そしたらバットを用意して、こちらのね、袋の水を拭き取ります。そしてバットに乗せましょう。ではまずこちらを冷凍庫で2時間冷やし固めます。そして2時間経ったら一度取り出して揉み込んで、また凍らせてという作業をこれからしていきます。はい、今2時間経ちました。ちょっと柔らかく半分くらい凍ってる状態です。そうしましたら一度ね、全体を揉み込みましょう。ちょっとね、シャリシャリという感じになってます。はい、 OK です。そしたらまたバットに戻しましょう。こんな感じです。それではね、この後は1時間おきに取り出して、その都度よく揉み込んでいきます。あとね、これを3回ほど繰り返してください。では凍らせます。はい、1時間経ちました。そしたら先ほどと同じようにまたね、揉み込んでいきます。さっきよりもね、ちょっと固まってます。そしてちょっとね、少しずつシャリシャリとしたシャーベット状になってきてます。結構ね、冷たいので、こういったね、調理用の手袋などして、こうやってね、やっていただくといいかなと思います。はい、 OK です。そしたらね、またバットの上に戻して、また冷凍庫で1時間冷やします。これをですね、あと2回ほど繰り返してください。はい、これで完成です。今ね、少し柔らかい状態なので、これをもう一度ね、軽く揉みます。かなりね、こうグネグネと柔らかい状態になってます。はい、でこのぐらいグネグネとしたら、あとは口を開いてフィッシャーかまたはスプーンで取って召し上がってください。はい、これで完成です。美味しそうに仕上がってます。それでは残りも同じように器に移したいと思います。はい、これでレモンシャーベットの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても滑らかで、そしてね、レモンの皮も入って美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。すっごくさっぱりしてるんですけど、もうレモンの果汁がしっかり入っててすごく濃厚です。濃厚なシャーベットって感じですね。美味しい。さらにですね、ゼラチンも入ってるので、とても滑らかな舌触りのシャーベットに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のレモンシャーベットのポイントです。まず今回はですね、フレッシュの生のレモンを使用しました。さらにですね、生のレモンの皮も使用してます。なので皮を使用する場合は、必ず国産のものか、または防カビ剤不使用の皮まで食べれるレモンを使用するようにしてください。このレモンの皮に関しましては、お好みがあると思うので、もし苦手な場合は入れなくても大丈夫です。そしてこの生のレモンがない場合は、ポッカレモンとかね、そういったレモン果汁を代用して作っていただいてもOK です。そして今回シャーベットの中にゼラチンを加えました。このゼラチンを加えることで、とても滑らかな舌触りのシャーベットに仕上がります。ぜひね、ゼラチンを少し入れてみてください。そしてこのゼラチンなんですけれども、必ずふやかしてから使うようにしてください。パウダー状のまま入れてしまうと、たまにつぶつぶが出てしまう時がありますので、しっかりふやかしてから溶かすようにしてください。そうすると綺麗に溶けます。そしてあとはですね、もう材料を混ぜてジップ袋の中に入れて冷やし固めるだけなので、すごく簡単に作ることができます。この冷やし固める時なんですけれども、まずね、冷凍庫で2時間ほど冷やしてください。そうするとね、だいたい半分ぐらい固まってくると思います。そしたら一旦取り出して、しっかりと全体を揉み込んで、また冷凍庫で冷やし固めてください。そして2回目からはだいたい1時間おきに取り出して、その都度揉み込んでください。この作業をですね、だいたい3回から4回ほどやっていただけたらと思います。そうすることで、とても滑らかで美味しい仕上がりになります。もし揉み込むのを忘れてカチカチに凍ってしまった時は、一旦取り出して揉み込むぐらいまで待っていただいて、その後揉み込んでまた1時間ほど冷凍庫で冷やしてみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はレモンシャーベットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。